こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がリサイクルショップで買ってきたゲームの動作確認をするぜ。動作確認の続きね。ああ、今回はこの前紹介したもののうち、64の比喩の剣ツインの動作確認をするぜ。ってことで早速いきます。今回はすぐ始めるパターンなのね。今回はちょっといろいろ大変だったので特にネタ考えられませんでした。なんかあったの？それは後でわかります。まあなんでもいいけども。ちょっと軌道に手こずりましたがとりあえずこのようにちゃんと映りました。お、デモが流れる感じかしら。ああ、キャラのプロフィールが表示された後そのキャラの動いてるところがちょろっと映る感じのデモでした。そうなのね。ああ、今映ってるようなのがキャラごとにどんどん切り替わってく感じのデモだったぜ。全部見ると結構長いので今回は飛ばします。ってことでタイトル画面です。タイトル画面はシンプルな感じね。そうだな。では始めます。コントローラパックにデータ保存するタイプのゲームみたいだな。コントローラパックってメモリーカードみたいなものよね。ああ、プレステでいうところのメモリーカードみたいなもんでコントローラに挿して使うものだぜ。ちょっとすぐ出せるところにないので今回は使わずに始めます。いいの？まあがっつりやり込むわけじゃないからセーブできなくても大丈夫だろ。多分。データ保存用と思われる名前入力画面になってますがそのままの名前で始めます。振動パックにも対応してるのね。そうみたいだな。まあこれも今回は使わなくていいかな。ってことでメニュー画面です。ここでバーチャル比喩の剣か SD 比喩の剣か選ぶのね。ああ、なんとなくアイテム集めたりしてキャラ強化ができる SD の方がメインモードな気がしますが。まずはバーチャルの方で始めます。この前の動画でバーチャルの方はプレステ版をパワーアップさせたものだって言ってたっけ？そうみたいだぜ。まあプレステ版やったことないからどう違うのかはわからないけど。どうやらルールも選ぶみたいだな。2D と 3D があるわね。ああ、スト2のような 2D 系の格ゲーみたいな操作か、バーチャファイターのような 3D 系の格ゲーみたいな操作か選べる感じなのかな。そうなの？いや、特に攻略サイトも見つけられなかったので。あくまでうつ主の勝手な推測です。練習モードもあるのね。そうみたいだな。とりあえず操作設定見てみます。なるほど、ボタンの操作はこんな感じなんだな。ボタンでガードするタイプの格ゲーなのね。ああ、うつ主ボタンガード苦手だから多分ほぼノーガード戦法になるな。でコマンドもよくわからないのでまずは練習モードで動かしてみました。お、入力したものが表示されるのね。そうみたいだな。あとコマンドの確認もできるから説明書なくても問題なさそうだな。これはありがたいわね。ああ、ネットでコマンド載ってるサイトも見つけられなかったので助かったぜ。さらにコマンドトレーニングというコマンドを順番に練習できるものもあるので操作に慣れるまでしばらくここで練習しました。なかなか親切な練習モードね。である程度操作に慣れたところで、バーチャルの方のメインモードと思われるサーキットモードでプレイしていきます。キャラはそのまま夕日でいきます。まあ練習したのに他のキャラ使ったんじゃ意味ないしね。ってことで例によって初戦はノーカットでお届けします。あえて一番下手なところをじっくり見せるいつものスタイルです。まあでもしっかり練習してから始めてるので初戦でもいつもよりは多少マシかもしれません。ちなみに初戦の相手は優先士の攻撃点、ミンミンさんです。お、上質ね。ってことでサクッと一本選手です。なんか楽勝ムードね。ああ、難易度は初期設定のまま普通でプレイしてるんだけどもう少し上げてもよかったかもな。相手の強質外れたわね。ああ、なんか当たり損ねたっぽいな。そういえば操作感はどうなのよ。見ての通りヘッポコウプ主さんでも意外と簡単にコンボ繋げられるし触り心地はいい感じです。ってことで初戦は2本とも楽に取れてしまいました。これならノーコンクリアできそうね。そうだな。俺の勝ちだ！ってことでこの後は、2戦目。3戦目。
4戦目。5戦目。6戦目。7戦目と、途中1本取られることはあってもコンティニューすることはなく順調に進んでいきました。今回はサクッとクリアできそうね。ああ、ウプ主自身もそう思って次の試合に挑もうとしたところ、悲劇が起きます。何よ悲劇って、まあすぐにわかるぜ。で8戦目が始まろうとしたその時。って感じでなぜかリセットされました。いやなんでよ。なんかカートリッジと本体の接触があんまり良くないみたいだな。そうなの？多分だけどな。で仕方ないのでもう一度プレイし直すも。やっぱりある程度進んだところでリセットされ。めげずにさらにもう一度トライするも。結局ダメでした。どうにかならないの？試しにドラえもんもプレイしてみたらある程度までは普通に遊べたんだけど。やっぱりこちらも途中でリセットがかかってしまいました。ってことは本体側の問題ってことかしら。ああ、どうも本体側の端子部分があんまり接触が良くないみたいだな。じゃあ今回はここまでってこと。いや、諦めの悪いウプ主さんは、ここからひたすら本体及びカートリッジの端子部分の清掃と起動チェックを繰り返し、なんか妙に気合入ってるし、なんとか途中でリセットかかる症状は出なくなりました。お、でもなんとかなったのね。ああ、この通りバーチャルの最終戦まで行けました。ちなみにちゃんとプレイできるようになるまで1時間以上かかりました。なるほど、今回はそこに時間がかかったわけね。ああ、画面右下の時間を見てもらうとわかるようにプレイ自体はサクサク進めたんだけどな。さてせっかくなので最後のユーマ王戦は通してみてみます。ラスボスだけあってなかなか手強そうね。ああ、ここまでの対戦相手に比べてガードがしっかりしてる気がするぜ。だいぶ押されてきてるわね。ああ、ちょっとやばいな。だがしかし、ここでゲージが溜まったので、すかさず教室を放ち、なんとか一本戦死しました。よかったわね。てことで2本目です。で速攻で蹴りくれに行ったら捕まれ、逆にいっぱい蹴られました。うん、なかなか痛そうね。ここでユーマ王が教室使おうとしますが、って感じで蹴りくれて阻止しました。相手の教室も見てみたかったんですけど、そんなの知らん。うるさいわね。端子掃除でだいぶ体力削られてるのでとにかく早く倒したかったようです。ウプ主自身の体力が限界だったのね。所有こと、うんそれそうすね。お、ゲージ溜まったな。教室決まれば勝てそうね。そうだな。てことでここで教室を放ち、ちゃんと当たったのでここで試合終了です。終わってみるとラスボスもそこまで大変じゃなかったみたいね。ああ、やっぱもうちょっと難易度上げてもよかったかもな。まあでもゲームの内容と関係ないところで時間食っちゃったので今回はちょうどよかったけどな。まあそうかもね。でこの後はこんな感じでテキストが表示され、ボタンを押したらスタックロールになりました。これで一応バーチャルの方は最後までプレイできたってことね。ああそうだな。後で SD の方も軽くプレイしてみたんだけど、途中でリセットかかることなく普通にプレイできたぜ。SD の方もやってみたのね。ああ、こっちは始める前にこんな感じでアイテム装備できたりします。そういえば SD の方はキャラ強化できるって言ってたっけ？ああ。で戦闘が終わるとアイテムに経験値が入り、アイテムごとにレベルアップしていくみたいです。なかなか楽しそうね。ああ、SD の方は戦っていくとアイテムやクレジットが手に入ったり、手に入れたアイテムを育てたりできるので、結構やり込めそうな感じでした。クレジットは何に使うの？クレジットは買い物するのに使います。買い物もできるのね。ああ、買い物するときはモードセレクト画面のお宝箱ってとこを選択して、お買い物って書いてあるところを選べばショップに行けます。なるほどこんな感じなのね。コントローラパック使わないとセーブできないからちょっとしかやらなかったけど、コントローラパックさしてたらセーブしつつ結構長時間プレイしてたかもしれないな。ウプ主的には結構楽しめそうな感じだったのね。そういうことだな。ってことで比喩の剣ツインはこんな感じのゲームでした。あ、あとこのゲームのことじゃないんだけど。何よ？ドラえもん2の方は何しても起動することができませんでした。カセットがダメだったってこと？
いや、ジャンク品じゃないから多分カセットがダメだったってことはないと思うぜ。じゃあなんで起動しないのよ。やっぱ本体の具合があんまり良くないんだと思うぜ。多分だけど。端子綺麗にしたら大丈夫になったんじゃないの。まあそうなんだけど、この本体しばらく弟に貸してたからやっぱちょっといまいち調子良くないことあるんだよな。スーファミやらなんやら弟に貸すとみんなボロボロになるのね。まあドラえもん2の方は安くて状態の良さそうな64が見つけられたらその時にでもまた試してみます。いやすぐ本体増やそうとするんじゃないわよ。まあとにかく今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.